全体のバランスとか全体の試合の進め方っていうところにもやっぱ問題はあると思うんで、まあ、そういうところをしっかりと見つめながらですね、まあ、監督のクラムスキー監督が、まあ、まだルーズです。ディエゴ・オリベイラと松田啓太、中川につながる、中川から右のスペース、安西相馬、逆サイド、俵積田が入っていますが、ボール流れていった、バングーナガンデー、ゲーム立ち上がり、いいリズムでボールを回せていたと、で今日ね、前線でディエゴ・オリベイラが3節以来のスタメンでしたけれども、しっかりと攻撃の起点作りましたよね。そこからスピードアップした速い攻撃、ここにサイドバックの選手が上がってきてるわけですよね、安西のクロスに対して。まあその辺がね、クラムスキー監督が攻撃的なサッカーっていうのをね、やっぱり非常に重視してるっていうことの表れなのかなと思いますが、落ち着いてよくね流し込んだと思いますね、はい、少しディフェンダーに当たってコースが変わったかもしれませんけれども、そこまでの崩し中央で松田天馬です。京都としてはハイプレスによって高い位置でボール奪えてるんで、押し込みながらゲーム進められてますよね。豊川ボックス内、反対した、中へ飛び込む、ここは俵積田とのマッチアップ、こうです。もう一度俵積田剥がしに行く、中へ入ってくる俵積田、柔らかいボール、ディエゴ・オリベイラ、完璧な追加点です。 FC 東京、俵積田からディエゴ・ですけど、ディエゴ・オリベイラがね、ああサイドバックとディフェンスの間ですね、ディフェンスの背後をうまく取りましたよね。サイドからここ侵入してきたことによって、京都の守備としてはやっぱりディエゴ・オリベイラ見れないですよね、背中に置くことになりますからね。うまくディフェンダーの背中を取りながら、フリーな状況で来た方向にですね、うまく首ひねることなくですね、叩きつける、ゴール前、うまく合わせましたが、オフサイドフラッグ上がってます。ダイレクト、福田、ジャジャシルバ戻ってきます、粘る、キープした、原、こぼれた、シュート、中央です、セカンドボール、野沢、流れた、シュート、最後安西です。1秒加わりましたからね、高さはあると思いますから、はい、しっかり準備してきてるプレーもあると思いますからね。ニアです、ヘディング、平賀空です、1点返しました、京都サンガ FC。 セットプレーからでしたね、京都にしてみるとね、近いようなサイドに鋭いボール、まあ、ゴールキーパーのアタノにしてみるとちょっとあそこ間に合わないですからね、はい、キーパーといわゆるニアポストに立ってた選手との間にボールが落ちてきましてね、脅威にはなってますね、FC東京に立ってね、はい、そしてまたしてもコーナーキックです、ゴールに向かうボール、いいボールですね、今度は畑野が対応しました。前線裏出てきた FC東京、決定機、こぼれた、まだあります、野沢カットインからシュートは枠の外です。入れ替わった、原太一のクロス、飛び込む、ハンドはアピールしてます、どうでしょうか、あっと PK、 この後半のアディショナルタイムに京都やってきました。まあ手を広げて肘には当たっているのは事実なんですね、左肘にね、はい、岡部レフリーの判断は、いや PK じゃありません、 FC 東京サイドね、そしてここで試合終了の笛が鳴りました。